はい、こんにちは。今日もやってきます。今日使う武器は EF88GL ですね。ヒゲ版の時にハザードっていう名前で、この武器あったと思うんだけどね。ヒゲ版は普通に買えるんでね、今回使ってみますよ。で、この武器ね、なんか強かったんだよね、ハンゲ版の時に。かなり強くて、なんか欲しかったんだけど、結局ガチャ当たらずにそのままサービス終了っていう、ちょっと悲しいことになっちゃったんだけどね。スチーム版。最初から光学照準についてるんでね、結構いいですね。あとこれヘッドショットがすごく出しやすかったっていう記憶があるんでね。もっと後ろにいる。で、弾の挙動は、あれだね、覗かないで撃った時は、爪ぐらいから照準の上の方に固まるっていうね。まあなんかよくあるタイプの武器ですね。で結構まあ照準の上の方で、上の方にずれるんだけど、そこそこ集団するんでね、近距離だったらもうヘッドショット簡単に出せると思います。さあ。チームレスマッチ。EF88 でどこまでいけるか。で、頭抜いて、後ろからもう一人抜いていく。あ、もう一人いるわ。見えなかった。さあ、どんどん来い。どんどん来い。ダイヤツの頭を、ん?そっち行ったか。はい、頭抜いていく。もう一人。さあ、ライフが残り12になってしまった。ちょっと下を見ておこうかな。いないかな。まあ、ここでね、構えてんのがね、一番いいのかな。出てきたところをね、縦と横から撃つみたいな。敵が出てこない。いたいたいた。一人やって。あー、やられた。さあ、序盤。24対35で10点リードしてるけど。今回もね、ベストキル取れたらいいね。うい。あ、これヘッド出ないか。今の頭抜けないとダメっすね。敵がちょっとひよっちゃってるせいか、あんまり前に出てこないんでね。ちょっとぐだってきたかな。来た。ああ、マジか。あれだ。さあ、ちょっとね、戦闘が多くないとね、調子が出ないんだよな。もうちょっとガンガン攻めてきてもらいたいな。さあ、右クリアリングで味方いるから問題なくて、敵の、敵陣とこ、出てく。あれ?敵が全然来ないっすね。おっと、同時。お、後ろか。後ろ取られてたか。ああ、味方もやられてる。なんかまあ、最近アジアサーバーでずっと遊んでんだけど、やっぱチームデスマッチの部屋はね、いつも、8個ぐらい立ってて、まあ、いつでもすぐに参加できるんでいいですね。はい、頭抜いていく。人気、このマップ結構人気なんだよね。このマップと、あと何かな?もう1個ぐらいなんかあったんだよな。ブラストかな?ブラスト。あ、なんかオレンジ色っぽいマップ。あそこと、ハーバーとかはね、あまり見ないね。あとなんか爆破マップのチームデスマッチ?なんだろう、コレクションとか。ああいうところね、チームデスマッチの部屋もなかなかないんだけどね。結構、やっぱマップ広い方が楽しいから。なんかもう、まあ打ち合い、ガンガン打ち合いするのもいいんだけど、ハーバーとかでね。ああいうマップも好きなんだけどね。結構広くて、すごい後ろから、立ち回り次第じゃもう全員後ろから撃てるみたいなね。ああいう構造になったマップとかも好きですね。あ、後ろ。ああいう後ろから撃っていく。あんまりやっぱ敵が攻めてこないっすね、今回は。で、下に一人いる。上から出て、敵を倒していく。同時。で、後ろ取って。さあ、ここ降りたところに、ああ、味方が倒してくれた。さあ、ここから覗いて、出てきた敵をしっかりと狙っていく。全然当たってないし。ひどかったな、今。
まあなんかね、やっぱね、1日にプレイできる回数が限られてるせいか、相変わらず、当たんねえし、相変わらずね、チームデスマッチ以外はやってないっすね。まあ、嫌いじゃないんだけどね、別にルールとしては。待ってる時間が長くなるのが嫌なんでね。まあ、僕結構、あれなんですよ。チームデスマッチじゃない、普通の、爆破モードとかでも特攻しちゃうんでね、特攻して、2、3人倒して死んじゃうみたいなね、プレイ方法なんで。待ってる時間が長いんですよ。あんま待ちたくないからあまりやらないみたいな。うわ、押し込んでるな。結構押し込んでますね。差し合い、中盤入ってきて、70対89、20点リードか。まあ、あんま負ける感じではないな、このままで。おっと？おっとおっと？なんもできてない。この距離あれだな。ちょっとエイム難しいのかな。なんかこの微妙な距離で、覗くか覗かないかどっちかみたいな距離が一番苦手かも。まあ、アサルトライフだから中距離強いはずなんだけどね。まあ、ああいうのは全部覗いた方がいいかな。はい、一人やっていく。もう完全にリスポン地点付近で、味方が何人もタムロしてるけど。あ、やばいやばいやばい。やばいやばい。ひどい。あ、これ倒しちゃうの？嘘。二人倒したよ、あの状況で。ほんと。あ、ちょっと慣れてない方たちが多いのかな。さあ、スコア的にもどんどん引き離しているけど、はい、上の人をヘッド抜いて。で、この上ちょっと占拠されてるっぽいかな。おお、負けた。いいっすね。G36、GL。70結構強いよね。おっと、右か。あ、いいね。攻めてきた。この方が熱い。さあ、どんどん攻めてきてほしい。はい、いた。ヘッド抜いて。はい、もう一人抜いていく。まあ、この距離のヘッドショットはね、EF は強いっすね。で、青く光ってるやつが、向こうから出てくるんで。あー、そっちか。ん、ここも、熱い展開になってるか。スモークたかれてるね。スモークたかれてるんで、遠慮なく前へ出てって、敵を倒そうと思ったけど、いない。お、なんだあれ。キャンプしてたよ。バレバレだよ。もう一人。はい、バレてる。上から撃っていく。おっと？あ、いたいたいた。あー、ダメか。あー、左か。いいね。さあ、もう一回右の方から。ロングから、あ、またスモーク焚いてるんで。今度は下行こうかな。下降りてって。あ、上にいたんで。ちょっと戻りましょう。で、その箱の影にいるのは知ってるんだよ。こいつを倒していく。から出そうか。またそこにそこ人気なのかな。上から見たらもうバレバレなんだよね。さあ、ヘッドショット抜きたいが、当たって、やばいやばい。ほら、アンドさん、味方のキルになった。ぐったぐたになってきた。さあ、また上から見ていく。さすがにいないかな。さすがにいないかな。おえそう、後ろにいたの。あ、さっきいたの敵か。ひどすぎるな。ぐったぐたになってきたね。あー、なるほどね。この距離覗かないとダメだ。この距離はね、初段当てれないんだったら覗かないとダメです。これもだ。最初のね、5発くらいまでなんだよね。ちゃんと狙ったところに飛ぶの。おっと、後ろ。あー、負けた。まずいね。ちょっと調子悪くなってきた。140は、もう終わっちゃうね。終わりかな？あ、終わっちゃった。はい、ということでね、EF88 使って、チームデスマッチ。まあまあまあ、結構強いし、使いやすいしね、近距離だったらもう簡単にヘッド抜けるしで、なかなか強いんじゃないでしょうか。はい、という感じでね、続きやってきます。